本日県民枕を特別に体験いただくゲストのお二人お呼びしますダイアンのゆうすけさんと津田敦博さんですどうぞお越しくださいよろしくおますどうも よろしくお本日はよろしくお願いいたします。お願いします。ばっちり寝る体制、パジャマでお越しいただいてますが。ありがとうございます。今日のために。ありがとうございます。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。ゆうすけさん、昨年はちょっと大変で、あの休養から復帰ということで、復帰おめでとうございます。ありがとうございます。ただいま戻りました。ありがとうございます。ただいま。困ってやるやん。け 今日はもうね。はい、ばっちりパジャマでリラックス。そうですね。すもう完全に治りまして、あのー、パジャマでリラックスで来させていただきました。というか、すごく楽しみに来させていただきました。<laughs> 楽しみに来させちゃ。ただいま。全然。<laughs> 困ってやる。<laughs> こっちも困ってますんで。 僕も結構こう見えてあの繊細でしてあの枕が結構重要であの合わない枕で寝ると朝起きたらちょっと頭が痛くなってたりとか、うん、あのそういうので結構枕はあの慎重に選ぶようにというかなかなか合う枕がないので困ってましてんなんかホテル宿泊の時とかはもう枕なしで寝たりとか、うん、あのそういうのしてたんであのすごく楽しみに来させていただきました。ただいま <laughs> <laughs> う特に休養中にこ,うこ,だこだわった健康のポイントとかそういったものもありましたか <laughs> はい休養中にこう健康について特にこだわったところとかっていうのはありましたか、えっと、もちろん睡眠もですしあと、まあ、あのお医者様ができるだけリラックスしてあの過ごしなさいということだったのであの本当にさんが何のこちゃ体調崩してあの療養してまして。 ただいま、ただいまです、<laughs> ありがとうございますケンさんが困ってありましたなんでちょっとあの、いかにリラックスできるかっていうのが結構大事だったので、睡眠はすごく大事でした